自民党の派閥で政治資金収支報告書への記載漏れが相次ぐ中立憲民主党の安住国会対策委員長もパーティー収入をめぐり収支報告書を修正していたことが分かりました。 安住氏の資金管理団体は2022年4月に開かれた政治資金パーティーで支払いを受けた仙台市の団体の30万円分を記載しておらずきのう総務省に訂正を届け出ました立憲民主党は自民党の派閥に対し法令違反だと批判していましたが党内からも問題が発覚した形です。安住市は、 ケアレスミスだが私の責任で申し訳ないとコメントしています。